吉川隆久は、日本の射撃競技選手。福岡県警察所属の警察官。1960年ローマオリンピック1964年、東京オリンピックの男子フリーピストルドーメダリスト。日本に、オリンピック射撃競技初のメダルをもたらし、2大会連続のメダリストとなった。オリンピックの他アジア競技大会や s フ、世界射撃選手権。 アジア射撃選手権などの国際大会でも活躍。1966年アジア競技大会及び1967年アジア射撃選手権大会で金メダルを獲得している。福岡県出身。福岡県立戸端中央高等学校卒業。1960年ローマオリンピックに23歳で出場。男子フリーピストル種目。 マフムド・ウマロフと同点で並び、シュートオフの末に銅メダル。日本の射撃選手として初のオリンピックメダリストとなった。1962年の世界射撃選手権で銀メダル。1964年東京オリンピックではヨハン・ガレーと同点で並び、10点圏の命中数差で勝った吉川が銅メダルを獲得した。2020年現在、 オリンピックの射撃競技で複数のメダルを獲得しているのは吉川のみである。1966年アジア競技大会で金メダル。1967年のアジア射撃選手権大会で金メダル。同大会では1971年のソウル大会でも銀メダルを獲得した。1968年メキシコシティオリンピック。 1972年ミュンヘンオリンピックにも出場。1976年モントリオールオリンピックでは日本代表射撃チームのライフル射撃監督を務めた。福岡県警察では八幡西警察署,署署長を務めた。2019年10月12日、心不全のため死去。83歳没。ありがとうございます。